速稼塾の久保です。一人で稼ぐ力ついたでしょうかね。一人で稼ぐっていうのは自分で商品を作って自分でマーケティングをかけて自分で、セールスして自分で現金回収して自分でアフターフォローするわけですよね。全て自分でやるわけなんですよ。で、全ての専門家にならなくてはなりません。例えばね、もう販売が苦手なんですっていう人は一人では稼げませんし、商品作るのがよくわかんないですって方はやっぱり一人では稼げませんし、発信ができないんですって方ね、自分の商品を知らせることができない方、この人もね一人では稼げないんですよ。そういう意味で言うと多くの方が一人で稼ぐことにかなり多くの抵抗を持ってるんではないかなと思います。だからこそその抵抗をですね乗り越えて一人で稼ぐという道を歩み出した人は割と早めにですね稼げちゃったりするんですよね。で、どうしてもセールスをしたくないと、どうしても人に何かを勧めたくないっていう方は投資をするしかないんですけども、投資は一番難しいです。投資はですねビジネスなんてのに比べると甘くないですからね。もう投資から見るとビジネスなんて本当ちゃんちゃらおかしいぐらいのお遊びのレベルなんですよ。だからそういうことを認識してビジネス無理だから投資っていう風な思考っていうのはね、私はあんまり考えない方がいいかなと思います。詳しいことは金持ち父さん貧乏父さんという本の、ロードマップに書いてると思うんですよ。まずは雇われというか労働者があってエンプロイヤーがあってスモールビジネスがあってビッグビジネスがあって、これらを全て攻略した人が最後にその余剰資金を持ってインベスターになるわけなんですよ。だっていきなり投資に行く人って余剰資金持ってないでしょ。その投資でうまくいかなかったら終わりなんですよ。だって投資ってほとんどの人がお金を失うってことなんですからね。資産を投げるって書くわけですよ。だからそれをですね、投資をやったら勝てるはずだっていうふうな勘違いをしてしまうのがビジネスセンスのないところなんですよ。ですから投資のセンスはビジネスで鍛えて鍛えて鍛えまくって、それから投資の世界行ってな方がいいんではないかなと私は思いますけどね。私も投資を始めるまでにかなり待ったんですよ。2013年から私は一人で稼ぐネットビジネスアフィリエイトっていうのを始めまして、転売をやってですね、で資金をために貯めて、そして時期を待って待って、やっとですよ、やっと2017年から私はね、4年がかりとか5年がかり、4年も5年も待ったんですよ。その間自分のアフィリエイトとか転売っていうのは全てうまく活かした後でなんですよ。いつでも余剰資金を埋めるような状態にしといて、いつでもリスクヘッジができるようにしといて、投資が全部パーになっても自分はいつでもお金が作り出せるっていうようなね状態にしてから投資に行くわけなんですよね。これはね、私が絶対負けない方法として、進めてきてるわけなんですけども、いきなり投資に行っちゃう人、もしくはいきなりね暗号通貨とか ICO に行っちゃった人がどんな目にあったかっていうのはね、皆さんもね想像に難くないところだと思います。さあそんな感じでね、一人で稼ぐっていうのはやっぱり一人で稼げるようになるってことですから、一体ねなんかね根拠なく一人で稼げるようにはなりませんのでね、気をつけていただきたいかと思います。さあその中でね、 YouTube を始める方がこの3ヶ月かなり増えてきました。で YouTube を始めた方は他の YouTube を始めた方とつながり出しました。まあこれは速稼塾の中の話、私の動画発信を見て、私の動画発信のように YouTube をね手探りで始めた方、だいぶ自分の方ができてきて、そうすると他の速稼塾の皆さんは何やってるのかなというのが気になるわけですよ。でやっぱりリアリティがあるのは速稼塾同士のこの YouTube のねやり方なんですよね。 YouTuber という大きな括りではもういろんな方がいますけども、速稼塾の YouTuber っていうのはどんな方なのかなって言ったら、より具体的にコミュニケーション取りやすいわけなんですよ。私がメールでおつなぎすることもありますし、 Facebook 同士で友達になっていただいて情報交換を直接していただくって形もありますし、オフ会で会った方がそのまんまお互いをですね、励まし合ったり協力し合うこともあります。ただ悲しいことにですね、一部こういうことも聞かれてます。オフ会とか私の速稼塾ってもので出会った方が、私が進めてないビジネスを進める例なんですよ。もちろん私が進めてないビジネス進めるのもいいですけども、まあ私もね大体そのビジネス知ってるんですよ。でうまくいかないっていう事情も知ってますし、多分その情報を発信してる人がどういう人間か分かってるから私は進めてないんですよ。だからね、後で聞くとね結構痛々しいというかね、私がね、久保さんが進めてないけどこんなのあるのよと、久保さんは何も言ってないけどこういうのがあるのよと、久保さんも何もかも知ってるわけじゃないのねって感じで進めるんですけども、いやー知ってますからそれ知っててですね、誘われたりしてるんですよ、日本で広めましょうみたいな。で散々ねもうバカにしたっていうかね、こんなインチキビジネス広めちゃダメだよってことで仲違いしてるんですよ。でそういう方が人を巡り巡って私の速稼塾塾生さんにその情報を届けていると思ったらね、いやまた叱らにはいけんじゃないかってことになりますけど、まあまあでもね、何を選ぶかな、皆さんの自由ですからね。はい、その中で、ね、例のやつの話をしなければなりませんね。昨日の時点でおかげさまで入金がありましたよって報告、どかどかといただきまして、帳簿上というかね、電卓弾いたら全員に入金があったというね、辻褄はあったんですけども、
ちょっとね問題が起きてきて、何が問題かというと、一昨日と昨日なんですけども、いや実は久保さん私も入金遅れてたんですよって方がね不意に出てきたんですよ。それもね5人ぐらい出てきたんですよ。いやいや待ってくれよ、7月30日からこのずっと毎日のようにこの放送してきて、あもうあと2人だなと、入金済んだかなと思ったらボーッと増えるんで、そうか、まあまあでもね私の動画を毎日リアルタイムで見てるわけもないんで、ちょっと遅れてみたりとかね、報告がたまたま遅れたとか、それから遠慮してたんだけども、あ皆さん入金が済んだみたいだから、あ実は自分もみたいな感じで出てくる方もいるのかなと思います。そこで整理させていただきます。今日は8月20日です。今日もね入金日の予定ではあるんですよ。皆さん銀行口座確認してくださいね。で今日入金の予定だったのに、今日までの入金がちょっと遅れてるなとかね、あ一部だなとか、着金しないなっていう風なご不満を抱きの方、ご不安を感じられている方、ぜひそういう方はですね、今日の18時の時点で入金がないということが分かりましたら、私の方に、ご一報いただければ幸いでございます。もちろんね私に知らせる義務はないですよ。私は皆さんの状況を知ってどんなことができるかなっていう風に、まあなんですか、問題解決のために勝手におせっかいながら力を貸すだけですからね。まあですんで、あ久保さん必要ないですよと、自分で解決できますよって人は連絡いただかなくても OK です。で結構ね悲しいのが、私のせいみたいになってるんですよなんでやねんみたいなね、まあ私がなんかねお金をたくさん入れるように勧めたとか、全然勧めてないんですけどね、一口やってくださいって、ね、一口からやってくださいみたいなね。で大丈夫だなと思ったら自分の判断で余剰資金を入れてくださいねってことを繰り返し言ってるんですけどもね。だからね何かね絶対っていう風になっちゃってるんですよね。だから私が100% 安全とは言ってないですけども、今まで5年間ね1回も約束を破らなかった会社ですよっていうことで信頼しきってしまって、もう自分の判断とかリスクヘッジをやめてしまった人もいるのかなと思いますんで、そういうことを言ってるんじゃないですよ。大丈夫だと思っていてもスペースシャトルですらね墜落するんですよね、昔の話ですけども、あれほど世界の粋を集めたものですら失敗するんですよ。だからね一企業、中小企業のやってることなんてのは失敗のオンパレードですよ。だからもうね逆に今までうまくやってすごいなと思うぐらいですよね。ただまあ私もね、2019年の3月をもって、まあ発信をね弱めていくよと、新規さんへの発信を弱めていくよと、もうあんまりね出さないようにするよっていうことと、あとやっぱりねなんて言いますかね、今回、まあ、とにもかくにも予定通りの入金日に入金がなかったわけですよ。ということで私はねこの今まで5年間以上約束を守ってきた会社ですよって表現もできなくなりましたということなんで、ますます私はあまり発信しないようにします。会社からの報告を連絡することは連絡員としてすることはします、その程度のことはしますけども、まああんまりねこれいいでしょうみたいなね表現はねもうだいぶ前から控えてるつもりなんですけども、全くしなくなるかなというところでございますね。むしろなんか不安点をもっともっと煽っていかないと、手放しに安心しきって妙な資金投げる人がいるんでね、そういうのは困っちゃいますんで、もうねこの会社やばいですよって言い続けた方がいいのかなと思っちゃうんですよねまあ全然心配ないんですけどね。私が判断していることであって、私が言ったからそれを真に受けてくださいってことではないですからね。皆さんが何を信じるかっていうのは皆さん自身が決めることでございます。はい。というとね、責任を放棄してるとかね、伏線を張ってるとか言い出す人がいるんですけども、そんな気持ちでは絶対に勝てません。ビジネス投資ではそんなことでは勝てません。結局自分のお金を自分がどういう判断で、どの根拠で、どの裏付けを持ってやっていくかってこと、それから今回の例のやつにしてもそうですけども、事業参加したってことは自分で何ができるかなってことを考えないといけないんですよ。ただ待つだけとか、ただほっとくだけ、誰かが自分のお金を増やしてくれるだろうみたいな感じで、なんかねそれはねビジネスではでも何でもないんですよ。もうギャンブルに近いですよね。まあ、ご用心いただきたいと思います。まあ、いろいろとね申し上げましたけども、すいません。YouTube を積極的にされている方っていうのは、今私が言ったようなね心配事っていうのは関係ないと思います。自分で稼ぐってことをね始めてらっしゃいますし、 FX もそうですけども、試行錯誤しながらもうね長い間やってくれてると思うんですよ。そういうことをね続けていっていただいて、自分の問題は自分で乗り越えるっていうね精神をね培っていただければと思います。それでは今回は以上でございます。まあ、ID とお名前の方、今日の18時をもってね判断してください。よろしくお願いします。